はい、どうも。2018年の8月の10日、22時30分です。コラボ放送です。よろしくお願いします。寂しいよ。寂しいよ。でも、なんだろう。寂しいけど、イライラもしたくないし。それは彼女いないと寂しいけどね。でもね、寝てるだけだかんね、のんちゃんね。この2年間ぐらい。やっぱり何かやってもらいたいから。俺は病院の先生じゃないからさ。セックスとかは、なんだろう。それっていうのはほら、プライバシーの問題だから、そういうのは話したらいけないマナー違反だと思うけど。どうなんだろう。人の性のこととかは聞かない方がいいよ。まだネット切れてるよ。まだネット切れてる。パケットじゃない、レンタル Wi-Fi の使い放題のやつ。チャリありがとう。俺、携帯電話契約してないから。なんか支払い料金が水に、用紙が水に濡れてて、で、支払いができないの。音量大きくない？大丈夫？声大丈夫？音は。レンタル Wi-Fi の使い放題はね、6000円ぐらいかな。でも俺ブラックだから契約ができないんだよね。
音は大丈夫？はいはい。高いけどね。まあ契約ブラックだから、しょうがない。ドコモとか携帯電話の番号持ってないよ、俺。うん。別に電話番号も何年持ってないかな。3年ぐらい持ってないね。いらないよ。誰にも用事ないもん、俺から。いたずら電話かかってくるだけだからね、リスナーから。リスナーっていうかアンチか。ポンちゃんから連絡ないよ。
これ別に用ないときは、用件がないときは話さないね。もしもし。はい。もしもし。どうも。どうも。なんこかんにガサちガサは。うるさいんだけど。ああ、もう大丈夫ですよ。はい。で？いや、での意味がわかんないんだけど。初 めまして。初めましてじゃないな。いや、初めましてだけど。初めまして。元気してんの？和田さん。何？元気ですか？元気？元気だよ。なんと、なんか珍しいですね、コラボなんて。まあ、珍しいかもね。最近どうしちゃったんですか？なんかその、監督を辞めたり。俺、監督辞めてないよ。なんか、監督じゃないか。映画を辞めるのか。映画辞めないよ。なんか辞めるって言ってたでしょ、なんか。言ってないよ、俺。言って、いや、配信でやってたじゃん。じゃあ、映画のお金を募集するのをやめますって、内容見ないで言ってんだよ。募集するのやめるってたの？あのタイトルだと、なんか映画をやめますっていうふうに言ってたの。だからタイトルしか見てないでしょ？はい、そうですね。なんか見てないんだよ。やめるなんて言ってないよ。まあ別に僕はいいですけどね、どっちでも。どっちでもいいんですけど、またなんかその、生理現象みたいなもんだと思ってるから、まあ別に気にしてないです。何が生理現象？いや、なんかその、例えば、腹が減った飯を食う、眠たくなって寝る、と同じようで、なんかそのまた血が、なんていうかその、詐欺の血がまた騒いだのかな、みたいな。詐欺痛くなった詐欺みたい誰も俺詐欺ってないけど。な。一回捕まってるじゃないですか。それそれだで。って過去のことでしょ？いや、別過に去だ、のこと。配信、え、ちょちょちょ、待って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 。俺別に誰も騙してなええー。いけど。いや、もう、そこはあくまだいで、たいさ、だ、いや、だいたいさ、詐欺事件のことの詳細とか知ってんの？セフィーは。いや、僕の口から言えないですね。すみません、ちょっと。何？僕の口から言えないですね。言えないじゃなくて、知らないからさ、そうやって勝手に決めつけてるわけだ。いやー、ちょっと言えないですね。すみません、ごめんなさい。どういうこと？言えないですね、僕から。この件に関しては言えないですね。言えないっすじゃなくてさ、自分から言い出したんだって、人のこと詐欺だって、人のこいとや、騙す。調査に関しては、ちょっとこの枠では言えないし。は？証拠じゃなくて、いや、詐欺の詳細を知ってるのか知らないのかっていう質問をしたんだよ、俺。いや、僕で、は、俺が誰か騙したっていうふうに言ったんだよ。あえて、ちょっと知らないことにしようかな。あえて。日本語がわかんないわ。何を言ってんのか全然わかんない。今日は自宅配信なんですか？自宅配信？外出ないんです。いや、出たよ。帰ってきたところ。あ、本当。今日どっか行ったんですか？出てたね、今日そういえば、なんか。買い物？いや、何も買ってないよ。食い物だけ買ってきたけど。照明見てきた、カメラの。あと本屋さん行ってカメラの本見てきたかな。おいしい、やりやすいよ。最近ね、俺ね、ちょっとマラソンに凝ってて。で、今やっと30分で7キロ走りになったんですよ。早いね。30分7キロは早いね。だからまあ、今のレベルだと、高校生の陸上部員のレベルみたいな。いや、早いと思う。すごい。大変だと思う。俺走れないもん、30分7キロ。で、大学生とかちょっと、大学生ともっと早いみたいな。大学生だと30分8キロ以上とか。多分8.5とか行くだろうね。で、日本のトップレベルだと30分で10キロとか。もう世界って、日本っていうか世界か。世界レベルだと、もう30分で10分とか。もあれだってよ、日高さんは現役の頃毎日17キロ朝走るんだって。う。俺は今7キロが限界ですね。何、時間30分って決めて走ってんだ。そうですね。スポーツジムで決めれるんですよ。その設定ができて、30分間走って。あれだから、普通に路上で走るよりも、なんか体力の向上がやばい。もう無理やり走らないとダメだから。
設定決めれて、ランニングマシンでやってんのね。ランニングマシンでやってて、30分からも逆算して引く感じで、終わるまで止まらないみたいな。おう。で、なんか、ゆくゆくは、その、フルマラソン40キロを、まあ、2時間半以内で走れたら、まあ、猫ひろしよりちょっと早いかなってぐらい。いやいや、2時間半ってめちゃめちゃ早いよ。いや、早い早い早い、死ぬ。だ時速16キロとかそれくらいでしょ？ちょっと速い。だからそれを維持したまま、多分最初は多分もっと速く走らないと後半体力持たないから、逆にむしろ。最初は18キロぐらいで行かないと、後半だから多分15キロとか14キロ落ちちゃう。まあ、たついけど真面目な話、お前今日はアイテム投げねえぞ、お前。あ、ごめんなさい。うん。はい。で、まあ、行く行くは、まあその40キロを、うん。まあ、2時間範囲内で走れたらいいかなっていう感じ。今まだその体力不足ですね。まだ高校生の、その、陸上部員っていう感じのレベルなんですよ。まあ、大学生とかではないですよ。青学とかのね。まあ、ゆくゆくはその、ね、30分、まあ、まあ、9キロは行きたいな。9キロは行きたいな。まあ、10キロはちょっと無理だと思うんで、9キロぐらいは行きたいなと思ってるんですよ。うん。はい。そんな感じで、ちょっと毎日ジム行って頑張ってますね。しかも毎日。言ってますね。ちょっとマラソンに命かける。自分マラソンに命かける。もうこうやって暇な時はちょっと、はい、枠見てますけど、配信。はい。うん。猫ひろしより早くなりたいなと。ほうほう。カンボジア代表の。まあ、どうせこのままなんかダラダラネット見てても、まあ、未来はないな。ダラダラネット見てる配信しても、まあ、未来はないなと思ってて。ほう。なんかその、ぬるま湯の延長戦みたいな。おういや別に、ね、あのですよ、別に配信者そのもの、配信者のして、配信者で、まあ、暮らしてる人はすごいと思うんですけど、本当に。和道さんとか配信に来てでしょ？うん。まあ、それってまあすごいことだと思って、まあそれ、あれね、配信者で飯食うって、俺アストリートになること難しいと思ってて。うん。いや、プロ野球選手になるより難しいじゃん、配信者で飯食うなんて。うん。と思ってて。まあそれはそれですごいと思ってるけど、なんか俺は別にそこに関しては別になんか全く憧れないなっていう。うん。なんか俺のなりたいものって、なんていうかその、すごいと思うんですけど、うん。まあなんかそのなんか憧れとかそのなんか夢を追いたいみたいなそういう感じじゃないですよね。なんか、俺、こういう風になりたいぜみたいな。うん。で、マドさんそういう風、5年以上やってるってことは、まあそれなりになんかその、憧れてる配信者とかいるんでしょ？いないよ。いないの？うん。嘘でしょ？なんか誰かを見て、俺も配信始めたみたいな。いや。本当に？うん。いるっしょ。いないっつってんの。本当かよ。なんか夢とかないんすか？いや、だから、あの、遊んで暮らすこと。今の、あ、もうか、もう語っちゃった。ああ。じゃあ、あとはそのずっと死ぬまで、もうそんな感じでいいってことなの？そうだね。あ、そうなんすか。ああ、極力ストレスを溜めないように、毎日過ごすような生き方。そう。生き方ってこと。ああ、まあそういう生き方もありかもしれないよね。ある意味。それも一つの人生だと思ってるよ。うん。まあ確かに働いてないとストレス溜まんないもんね。暇だけどいい。まあ暇っていうかその、時間はいっぱいあるしね。うん。え、和道さんね、ちょっと結婚とか子供とかっていうのは考えてないですか？俺、子供いる。え、子供いるの？あ、でもまあ、俺の子供じゃないけど。初耳なんですけど、子供いたの？まあ、子供っていう言い方はちょっと語弊あるな。育ててないから。ああ、知らなかった。それ初耳だよ。それ、5年ぐらい見てて、初めて知ったんだけど。それ、今の本当っすか？うん。本当？多分わかんない。多分。本当っすか？それなんか嘘いらないっすよ。それなんか思いつきの。いや別に嘘ついてないよ俺。本当に？えなんか和道さんってなんかその素で嘘つくからさ。いやお前らが勝手に嘘だと思い込んでるだけだ。俺別に普通に話してるだけでしょ。いや、そみんな、俺だけが突っ込むとかだな、まだしも。みんなが言ってるならそこを認めようよ。いや、だってみんな知ってるもん。ええー、うん。い
で、例えば毎回企画とかさ、なんか全部途中で曲げるしさ。何曲げるって。例えばなんかその、1万人のなんかあったでしょ、なんか。1万人ギアトス来るまでやり続けます。うん、1万人だけかな。1000人か忘れたけど。そういう企画とか、なんかあとなんか、いろんな配信者に、なんかその、企画を呼んだりして、やっぱりやめますみたいな。つべらんとかに DM 送ったりしたでしょ昔。前か。え、何つばにゃんとかに DM 送ったりしたでしょ企画に来てくださいみたいな。なんかの。いや、俺送ったことないけど。いや、つばにゃんが言ってたんだよ、送ったって。DM 来たけど、なんかやっぱり企画やめるから。いや、俺送ってないけど。本当に？どっちかもどっちだよ。うん、俺多分ね、そう、なんかワゴンさんの嘘って結構いろんな人が聞くんですよね。いや、嘘ついてないって。あれ、なんか、分かったな。ほんとっすか？俺のワドさん、バカにすんな。あ、わー、ぶかれますって、もう。あれ、バグったな。なんだこれ。どうすればいいんだ。バグってないですよ。大丈夫ですよ。違う、俺の放送カットがバグったわ。え、リスナー側からしたら、何の問題もなく普通に動いてますよ。違う、コメントが見えなくなっちゃった。なんだろう、これ。ちょっと一回落としていい？一回落としていい？ああ、じゃあ、じゃあ、落ちます、一回。はい。はい。ちょっと一回放送自体落とします。はい。はい。でーす。はい、ワドツでーす。2018年の8月の10日夜の22時51分でーす。コラボ放送なんで枠上がりたい人は上がってください。なんだろう、バグっちゃったからもう一回枠取り直した。はい、ワード2アイテムありがとう。有料アイテムもよろしくね。はいはい、ただいま。ごめんね、なんかバグで枠の取り直しです。よろしくお願いします。コラボ上がりたい人はどうぞ。時々バクるね、携帯配信の方はね。システムが弱い。あれ、セフィ上がんないのかな。もう終わりでいいのかな。どうなんだろう、わかんない。俺エンジニアじゃないからどういう風なあれかわかんないけど、ちょっとわかんない。なんか今日朝ん顔色少れない。あ、いやいや、携帯はそう見えるだけだよ。うん、今日のんちゃんいないよ。昨日追い出した。出てけっつって出て行った。昨日俺の逆鱗に触れたから。いや、めちゃめちゃ怒ってたよ、昨日俺が。昨日激横だったね。見に行こうと思ったけどバタバタしてて行けなかった。あ、そうなんだ。うん、まあまあ、忙しい時に見るもんじゃないよ、放送は。暇な時に見るもんだよ。別に大したことないから。
あれ、トッツ上がってこないね。何だったんだろう。どういう時に起こる？いや、やりたいことを邪魔された時に起こるね。うん。まあ、放送と映画のことじゃない。今だったら。やってることを否定されるのが大嫌いだから。ただそれだけだよ。いや、応援する気がないんだよ。近くにいるなよっていう。邪魔じゃん。何？言い訳？言い争い？俺言い争いなんかしてないよ。誰とも。あ、ノリコとってこと？お、エネルギー使うね。うん。確かに自分が好きなことに対してうだうだ言われるのは嫌ね。うちも好きなことし、生きたい願望は。まあまあ、好きなことやってて、だから俺がノリコに昨日言ったのは、画家に女の、画家が旦那さんだと。で、女の人書かないでって、お前営業妨害だろっていう。そんな嫁いらねえわ、つって。まあ、のりこが絵描くから、そんな画家聞いたことあるか、つって。いや、ないって。じゃあ、なんでお前それやんだよって言って。俺がされてんのそれだよ、つって。絵描きと付き合って女の人書かないでってむちゃくちゃだろ。うん。だから、それって、その、俺がやってることを好きなのっていう、その、俺の人間性なわけじゃん。配信をやってることとかさ、映画を撮ってることって。で、そこに関わることを邪魔するって一番あっちゃいけないことだと思ってて、そこを応援するのが普通、なんだろう、パートナーだと思ってるから。だから、俺の配信活動を応援する人と、映画活動を応援する人じゃないと、俺は無理だよって言って。一緒にいることが苦痛でしかないから、ちょ勘弁してって言って。うん、って怒った昨日は、うん、例えばさ、ミュージシャンと付き合っててさ、女の人をお客さんに入れないでって言ってんのと一緒じゃん。何をわけのわかんないこと言ってんのみたいな。お前のために生きてるわけじゃないからっていう。そう、悪いけど俺は放送を優先するからね。俳優の妻が女遊びも芸の肥やしとして許してる。それはまた別の話でしょ。うん。俺女遊びしたわけじゃないから。仕事として共演とかしたら怒られるっていうことだから。いや、好きとか、もうそんなの好きとかじゃないから。俺からすると。うん、子供じゃないんだから、うん。それは好きとか肯定的に捉えたらダメだよ、そんなの。それで飯食ってんだから、俺。ファンから飯食わせてもらってんだから。でしょ？だったらなんで配信者と付き合ってんのって話したから。俺がその配信で活躍することを足かせになるようなことと、映画撮ることを足かせになるようなことは絶対やっちゃいけない。我慢とかじゃなくて、イライラもしてほしくないの、それで。だったら離れなさいっていう。俺と一緒にいる資格がないから。うん。離れるべきでしょ。そんな好きとか嫌いとかいう問題じゃなくて、人間としてのリスペクト、尊厳がないんだから。いや、生き方否定してんの、生き方に口出してんのと一緒だから。もう嫌なら別れなさいって言った。うん。それは変えようがないことっていうか、俺のライフスタイルだから。生き様だからさ。イライラずっとしてるよ。うん。
いや、だから本人がやきもち焼いてごめんなさいって言ってたけどね。いや、だからそんなのやきもち焼かないようにしてもらえないと、俺が困るって言って、それはあなたの問題だからって。俺はこの生き方変えるつもりないよって。そりゃそうでしょ。それ普通のことだと思うよ。奥さんが旦那の仕事に口出すとかって一番やっちゃいけないじゃん。許すとかじゃないから、もう何回もだから。いや、俺はさ、別に許す許さないじゃなくて、イライラしてる、要はバッドバイブレーション持ってる人と一緒にいたくないの。映画撮るの楽しいね、配信楽しいねって、一緒に映ってもいいっていうぐらいの人じゃないと俺は嫌だ。後ろで寝てるだけでさ、女の話するだけでさ、舌打ちしたりとかさ、声が聞こえるようにわずタバコプカプカ吸われても嫌だよ。そんな。だったら一人でいた方がマシだよ。全然。配信楽しくやりたいもん。だからもう全部配信中心の生活だから、俺の場合。配信を邪魔されることがとにかく嫌なの。うん。そうだよ。うん。それが普通なんだよ。人の仕事に奥さんが口出すとかはもう絶対ダメなの。ましてやさ、浮気もしてないでさ、仕事で疲れて帰ってきてんのにさ、あんた浮気してるでしょなんて言われてんのと一緒だよ。そんなのイライラするでしょ。いや、してないよって言ってんのに。してないもんはしてないんだ。そんなさ、女性配信者モデル募集でそんなんでさ、浮気だなんて言われたら。そう、信頼関係、リスペクトがないと続かない男と女。要は、相手のこと信じてません。あなたは嘘つきですって言ってんのと一緒だからね。ものすごく気分悪いよ。何にもしてないのに嘘つき扱いするの。アンチと一緒でしょ。いや、コラボ上がってこないね。それは絶対ダメだよ。だったら一人でいるっつった。別に俺は困んないからっていう。そう、な、俺はノリコの道具じゃねえんだから。嫉妬深いね。うん。過去に何かあったとしても、それは本人が乗り越えないといけない部分なんだって。でしょ？自分を変えられるのは自分だけだから。許す許さないとか何かあったわけじゃないから。俺が疑われてるから疑うんだったら離れなさいっつったの。ただそれだけよ。許すも許さないもない。俺は今現在の行動しか見ないから。ねえ。うん、
でも俺はただ心の平穏が欲しいだけだから、楽しいことをただ普通にやってたいだけなの。それを邪魔するやつは敵だよ。たむたむはどつ。そういう負の感情と付き合ってる暇はない。そう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 、撮影のんちゃんが嫉妬したんか。そう、はい、セフィゾーいらっしゃい。なにコラボ上がんないの結局。あじゃなくて自分勝手だな。あ、そう。モデルとか女優とか撮ったら水刺される。いや、だからもう実際刺されてるからね。うん、だったら別れるしかないでしょ、うん、応援するぐらいじゃないとでしょ、うん、むしろブッキング手伝ってくれよって話だね。せっかく向こうから和道さんに撮ってもらいたいって言ってもらえてさ、すごい大変なんだよ写真の被写体見つけるのって。何お前人の苦労してね、せっかく人に認められて和道さんに撮ってもらいたいって言われたのぶっ壊そうとしてんだよ。ふざけんじゃねえよ本当に。カメラマンが被写体見つけるのどんだけ大変か分かってねえんだよあのバカは。めちゃめちゃ大変なんだよ。撮ってくださいっていうふうに言われることがどれだけ軽有な例か知らないんだよ。仕事とプライベートっていうか、浮気をしたんだったら、浮気をしたんだったらね、言っていいと思うけど、浮気をしてないのにそういうことを言うわけじゃん。ふざけるんじゃないよ本当に。それは違うでしょ。うん。それは違うよ、絶対。おいっすー、いらっしゃい。まあ、俺は別に仕事とかじゃなくて、やってることとか楽しんでることを邪魔されたくないの。別に仕事やってるって感覚じゃないから。むしろ仕事よりも大切なこと、遊びを邪魔するってどういうことだっていう。うん。仕事なんかどうだっていいんだよ。遊びを邪魔するのが、邪魔されるのが一番嫌いなんだよ、俺。はい、わたつ。何もできなくなるっつうか、何もできてないじゃん。だから実際。だから怒ったんだよ。
まずね、配信外でお風呂上がった後、俺は一言目にこう言ったの。のんちゃん、フェラしてって。で、そしたら嫌だって言う。あーと。どういうことだと。なんでのりこフェラしないんだって聞いたの。そしたら、私を写真撮ってくれないからって言ったから、いや、撮ってるじゃんっつって。でもそっから怒鳴り合いだよ。わかる。おかしいでしょっていう風になって。で、そっから放送つけたらもう帰れって怒鳴ってから。うん。何それは違うってどういうこと？別に俺は普通にありのまま話したんだけど。何も違くないじゃん。そうだよ。のんちゃんフェラしてっていうところから、のんちゃんが嫌だっつって、なんでって聞いたら、和道さんは女の人を撮影するから嫌だって言ったから、はどういうことってなって、うん、そう、そっから始まったんだよ。で、映画の邪魔すんなら帰れっつって、うん、そう、うん、別に何にもおかしいことはないでしょう。いや、ありえないよ。写真も男しか撮らないとか、ホモかよ。だからのりこ、だってね、普通に女性でコラボしたいっていう人たくさんいたのにさ、のりこがそのたんびに発狂するからいなくなっちゃったじゃん、今。ね、普通に対談したい人とかコラボしたい人もいっぱいいるのにさ。なのりこにとってはもう絡むだけで、女と一緒にいるだけで浮気なんだよ。もう無理だよ、そんなの。そんな浮気でもなんでもないよ。仕事にならないつが生きてけないよ、そんなの。いや、コラボで別に浮気したりキスしたりさ、セックスしたりしたんなら、のりこは発狂するの分かるよ。ただ画面に映っただけで発狂すんの。そんなん無理だよ。どうしようもないでしょ。まあ、今度は写真がどうのこうのって言い始めたから、ああ、もういい加減にしろっつって。うん、俺のやることを応援できないな、されって言って。いや、今回の件は別に何にも間違ったこと言ってないと思うよ。うん、そう、もうそれが直せないんだったら、ごめんなさいとかじゃなくて、直せないんだったら無理だってはっきり言ったから。うん、そんな、付き合っていくとか以前の問題だからって。そうだよ。解放どころじゃないよ。だって、あれだよ、俺と付き合った頃全人類のメスを滅ぼすって言ってたんだよ。和道さんが浮気しないように全人類のメスを滅ぼすって本気で言ってたんだよ。あのネタとか冗談じゃなくて。ここにいる女性が今生きてるのは俺のおかげなんだよ。俺がのりこを止めたんだよ。感謝した方がいいよ。今女性リスナーが生きてる、いや全人類の女性が生きてるのは俺がのりこを抑えたからな。すごいでしょ。人類の半分が死滅して、この世代で人類が途絶えるところだったんだから。俺に感謝してよ。今みんな女性たち、ね、男性たちの次の世代が、ね、こう人類が、こう生きていけるのは俺のおかげだから。リスペクトしてね。いや、マジでしょ、これは。全人類のメスを滅ぼすって言ってた。
俺のおかげでみんな生きてるんだ。嫌なんだよ、そのネガティブなバイブレーション持ってる人嫌だから、うん、そういうの嫌いなんだよね。だってオスとメスなんかそもそもさ、いい女がいたらセックスすればいいと思ってるから、俺はいい男といい女が出会ったなら自分を磨かなかったのが悪いんだから、でしょ。だから女が浮気しようが何しようが、ああそうだよ、じゃあもうどっか行ってで終わりだから、俺のこと一番好きな女が俺のそばにいるべきだと思ってるから。でしょ？俺のやることすべてが神だって思ってる女が俺のそばにいる権利のある女だっていうのが俺の考えだから。世界の和道だからね。俺のこと好きな女なんか腐るほどいる。こんばんは。はいはい。フォローしてる人は大丈夫だよ。フォローしてない人ブロックでーす。お前の放送なんか見に行かねえよ。バカが。ブロックでーす。だから過疎なんだよ。自分のことしか考えてねえから。自枠やってるときによく他枠でコメント打てるよね。暇なのかな、うん、だから過疎るんだよ。ハートありがとう。みゆきちゃんアイテムありがとう。シャちゃんは綺麗だね。さん綺麗だね。美しい。はい、こんばんは、エルビン。寒いよね。ブロックしたわ。フォローバックを狙ってるんだよ。大体ね、自分が今枠やってるのにね、僕の枠来てくださいってね、他枠に行くってね、ラーメン屋さんに、ね、流行ってるラーメン屋さんの営業中に、ね、すいませんって隣にラーメン屋作って全然人気ないんですけど、全く美味しくないんですけど、よかったら食べに来てくださいって言ってるようなもんだから。行かねえよ、バカ野郎って話だ。行かねえよ、バカ野郎って。まず、それ人としてやっちゃいけないことだからね。そういうこと平気でできるようなやつだから、あの、才能がないんだよ。だから人が集まんない。一番悪い宣伝してるんだよ。自信がないっつうか、なんか人が集まったらいいと思ってるんでしょ。
それだったらコラボやってるんだから自分売り込んだ方がいいじゃん。僕こういう活動してるんですけどアドバイスくださいとかさ、それ綺麗なやり方すればいいのに、せっかくコラボつけてるわけだからバカだよね。これでもう二度と絡まないってさ、100人の人に宣伝しちゃったようなもんじゃん。なんだこいつって100人にね印象悪くしてバカだよね。面白くないやつほど出しゃばりだから嫌なんだよね。面白かったら人集まるから勝手に。そう思わない？能力があったらね、人は勝手に応援してくれるんだよ。芸を磨けよっていう。今日、まあ一件さっきあったけど、コラボ。一件あったね。なんか何言ってるか分かんない、多分病気だと思うあいつは、なんか決めつけが激しくて質問中の癖して自分の質問には答えられない、なんか典型的ななんか病気だろあれ、多分決めつけがすごいやつだったよね。なんかマラソン猫ひろしに負けたくないとかいう謎の文言を残して去っていったよね。猫ひろしには負けたくないとか言って、何を言ってんのってよくわかんないよ。それを俺に聞かされてもね、別に猫ひろしに負けたくないのは別にいいんだけど、それを俺に言ったところで何があんだっていう。あ、そうだよ、ブロックシーいいんじゃん、いいと思うよ。俺をフォローしたのは周りにバレないはずだから、多分ね、俺をフォローしたら知らない人にフォローされたんじゃなくて、ここでコメント打ったらフォローされたんだと思うよ。そういうのはブロックだよ、ブロック。ほっといていいよ。俺がフォロー、誰がフォローしてるかっていうのはわからないはずだから、周りの人は。猫ひろし、日本人じゃない。国籍はカンボジア。なんかね、素晴らしいよね。そうそうそう。俺はフォロワー非公開だから、俺のことフォローしてる人わからないはず。例えばさ、メコさんがさ、俺のことフォローしてる4500人誰かわからないでしょ。調べようがないでしょ。だそういうことよ。だからフォローバック狙ってるんでしょ。フォロワー増やそう、フォロワー増やそうって。だからもうフォロワー増やすのに取り憑かれてる奴らとかもうかわいそうだよ。フォロワーを増やす前に芸を磨けよっていうね。芸を磨かないと本当のフォロー。だって俺人にもフォローしてないよ。どのアカウントにも接触してないよ。自分から。でもフォローしてもらえるじゃん。だから、普通に表現磨けばいいんだよ。だから本当の意味でのフォローだよ。4500人に。でしょ？でもフォローバックって付き合いとかそういう意味じゃん。だからフォローしてる分っていうのはさ、3000人もフォローしてるとかいるじゃん。4000人フォローしてるとか。あれ恥ずかしいことなんだよ。4000人もカバーできてるわけないんだから。だから惰性でフォローしてるんだから。価値がないじゃん。俺が誰かをフォローするときっていうのは相当価値があると思うよ。4500人に、和道さんがフォローしたって見に行こうってなるでしょ。和道さんが才能あると思った人どんな人なんだろうってなるでしょ。俺がフォローしたよっていうことが宣伝になる。でも俺が数千人フォローしてたら、ただのフォローバックでしょって言って価値がなくなっちゃう。自分のね、価値を守んないとダメだよ。俺は気安くフォローなんかしないから。だいたい面白いと思う配信者はもうほんと少ないからね。フォローしてもいいかなと思って3人ぐらいしかいないよ。
でもね、もともとね、あの、フォローしないようにしたのはね、バブー達彦のアドバイスなんだよ。和道さんって誰もフォローしないっすよね。もう相馬貫いてほしいって言われて。まあ確かになっていう。達彦のアドバイスを結構やってる感じかな。だって別にね、あの、俺からフォローバックされたりとかいないと思うよ。リスナーさんで。よっぽど面白いやつじゃないとフォローしたくないね。かわいいね、ヤシアちゃんは。かわいい。何時までコラボしてますか？わかんない。気分。なんで？なんで？気分、気分。まあ、珍しい激レアだよね。なんか不具合が出たりとか飽きたらやめるよ。いいよ。上がっていいよ。全然 OK だよ。リスナーさんでも配信者でも全然 OK だよ。俺と喋ってみたい人。うん、待ってまーす。面白い人だといいね。どんなトークを、どんなトークになるのか。美人だね。綺麗だね、しあちゃんは。あ、うんちした。ティッシュ。うんちしたの、そやつは。ちょっと待って。ああ、なんか、心臓痛い。痛い痛い痛い。そこおいで。痛い痛い、心臓痛い。萌えなのせいかな。
あ、心臓痛いな。長生きしてね、シャーちゃん。心臓痛いな。心臓が痛い。モンスターエナジーこれダメだな。お、アメジンいらっしゃい。アメリカ人フォローしてないんでブロックです。アメリカ人ブロックしました。なんで何回言ってもわかんねえんだろうな。例外はないっつってんだけどね、うん、大手だろうが何だろうが全員ブロックだよ。うちはフォロワー限定放送だから、うん、何回言ってもわかん、日本語がわからない人たちが多すぎる。で、日本語は通用しないんだろうな。謎だよ。なんでなんだろう。自分は特別って思ってんのかな、みんな。今すぐフォローしたらセーフです。ただフォローしてない人はブロックです。先にフォローすればいいな。こう書いた方がわかりやすいかな。はいはい、ありがとうございます。うちはフォロワー限定放送なんで、最低限の応援、無料でできる応援もしない人とは付き合う気ないです、僕は。
無料でできる応援もしない人が有料で応援するわけないからね。なんか今さ、照明すごいのが出てるんだよ。丸い輪っかの照明なの。でっかい丸い輪っか。で、その真ん中にスマホをかざすの。アメジンブロックしたよ。だから例外はないっつってんの。フォローしてない人はブロックだよ。何回も言わせんじゃねえよっていう。なんでわかんねえんだろうな。バカなのかな。日本語が読めない人多すぎるよ。フォロワー限定、ファンクラブだから、和道ファンクラブ放送だから、囲いコメント以外欠かせないから。徹底するから。こっから先は痛みのある改革、痛みを伴う改革だから、そうそう、達彦が俺にアドバイスしたんだ。和道さんをフォローしないのかっこいいって。だからフォローやめたんだ。達彦のアドバイスだからね。なんよ。カメラ難しいですか？カメラ興味あるんです。カメラね、難しくないよ。めちゃくちゃ楽しいよ。金があるんだったら絶対買った方がいい。難しくないよ。超楽しいよ。もうね、オタクがカメラに走る理由が分かった。あれはね、オタクが好きな要素が詰まってんの。もう本当に。カメラそのものに。むしろね、なんだろう。すごいよ。めちゃくちゃ楽しい。難しくないよね。いい写真を撮ろうとするとすごい難しいんだけど、もうそれこそもう泥沼っていうか、もう答えなんかない世界だから、例えばフラッシュを焚くっていうのって今までタブーだったの。フラッシュを焚くとか照明っていうのは邪道って言われてたんだけど、最近また再評価されてて、照明をうまく使う。まあ例えばさ、取って出しって言って、昔はパシャって撮ったやつをいじらないで写真展とかに出すのが当たり前だったんだけど、フォトショップとか使うのってもう邪道中の邪道って言われてたんだけど、今もうフォトショップがないと仕事にならないって言われてるぐらいの。だからもう目まぐるしく、そのルールが変わっていって、面白いよ。あともう業界内のマウンティングとかもあるし。その、やっぱり、ミラーレス使ってると、ミラーレス使ってると雑魚みたいな。あとやっぱニコンとキャノンしか認めねえとか、いろんなのがあって面白いよ。俺は最高の遊び見つけたと思ってるね。最高の遊び。いや、ある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 。全然あるよ。あとはまあ、その知識マウンティングとかもあるし、
でもね、あのプロのカメラマンに笑いながら教えてもらったのがまさに当てはまってて、もうカメラってめちゃめちゃマウンティングしてくんの、カメラ好きの人って。もう2チャンネルとかもカメラスレってすごい未だに活性化されてるぐらいの。だけど、うんちくを垂れるやつほどいい絵が撮れないっていうのはもう業界のあるあるなんだって。要は、お前カメラ ISO どれくらいだよとか、お前そんなスペックで使ってんのかとか、どんな構図だよとか、いろいろ言うやつほど写真が下手っていうのはもうプロカメラマンの常識で、じゃあお前の写真見せてみろよって言って、あ、今ちょっとデータないわ、みたいな。逃げるって。で、プロカメラマンはうんちく垂れないで、もういいものはいいから、とにかくいいものを撮るっていう。そう。だからね、すぐわかる。あのマウンティング仕掛けてくるやつは、あの情報、要はね、カメラ自慢をしたい人。でもそういう魅力があるのは俺わかるのよ。カメラ自体にその機械の魅力があるから、コレクター心をくすぐるんだよ。だから自慢したくなる。あれ、なんか映像と声ずれてない？あ、いい、なんかずれてない、大丈夫？声と映像ずれてないかな。結構面白い。ほら、手のひらの中に寝た。かわいいでしょ？手のひらでこうやって寝るんだよ。超かわいくない？うん。かわいいでしょ？うん。いいよ、さあ、じゃあ寝ていいよ。うん、かわいいでしょ？大丈夫？かわいいでしょ？うん。で、なんつうの、写真って別に正解ないんだよ。はいはい、待ってるよ。写真って正解はないの。本当に。だけど、あの、まあ、素人が見てもいいものはいいし、プロが見てもいいものはいいんだよ。ダメなもんはダメ。握り文鳥。あったかいんだよ。めちゃめちゃあったかい。かわいいでしょ。うん。手のひらの中に寝てるから。うん。4年かかったからね、こうなるまで。だから才能のある人はプロにポーンって行くの。ぶっこ抜かれんの、本当に。3年とかでも。全然ザラにいるんだよ。カメラを買い始めて3年とかでプロにぶっこ抜かれたりとか全然ある。今って SNS との相性がいいんだろうね、多分。写真を簡単にほらアップロードして、いろんな人に見てもらえるから。で、バズ、シェアされやすいからね。うずらって懐くのかな。うずらって結構でかくなるからね。ニワトリよりもちょっと小ぶりぐらい、かなりでかくなるからね。うずら懐くのかな。うん。あ、そういうもん、そういうもん。だから思春、大人になってるのよ。でいろんなものガブ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 するよ。でも強く噛むから。長生きっていうかまだ4年目だね。7年が平均寿命だから。10年生きたらもう大往生だね。まあ鳥は成長早いよ。どの鳥もそう。3ヶ月後にはもう大人になり始めるから。うずらって結構でかいよ。鶏よりもちょっと小ぶりぐらいな。結構重量。え、でも、かっこいいけどね、うずらは。うん。指めっちゃ噛まれる、痛いね。ダメだよーって優しく教えてあげて。俺はそれで一回怒って怒鳴ったらね、半年間もう手のひらに乗らなくなって大変だった、ここまでなのに。だって寝るなんて奇跡だよ、ほんと。かわいい。ああ、2年か。寂しいね。さあちゃんもう4歳だ。
おばさんだよ。いや、羨ましいでしょ。これは文鳥界の理想形だからね。これが手乗り文鳥っていう状態で、こうやって握っても怖くないっていうのは相当信頼してんの。だってこれギュッて握りしめたら終わりだからね、鳥からしたら。分かってるわけじゃん、殺されるっていうの。絶対にこの人は危害加えないっていう安心感よ。だからもうこれって首絞められてもおかしくないんだから。でしょ？よっぽど信頼してないとこうならない。この人は絶対大丈夫っていう超安心感がないとこうならない。だ、気持ちよさそうに目細めるんだよ、こうやって。うん。まあ、ニートならではだよね。働いてないからこういうことができる。普通に働いてる人は無理だろうね。まあ、奥さんとかがね、ちゃんと面倒を見るとかすれば大丈夫だけど。うん、手のひらに寝るのは憧れだよね。もっとすごいのはひっくり返るっていう、もう最終形態は手のひらの中で人間みたいに背を向けて寝るんだ。多分それは無理じゃないかな。魚が手のひらから離れないからね。ねえ、シャちゃん。大好きなもんね。鳥かごに手入れたら甘噛みしてきます。甘噛みっていうか、手の境界線をなぞるようにパサ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 ってやるのは、パートナーの証拠なの。あれは指に羽が生えてる。羽繕いをしてる。パートナーの赤ちゃん。これこれこれ。今やってるやつ。こう指とかをつまむんじゃなくて、こうパサ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 ってこう、なんていうの、くちばしでなぞるようにパサパサパサってこう、加えるのは、なんか全く痛くないやつはパートナーとして認めた証拠なのね。要はつがい、俺とつがいになったってことで、要は羽をこうきれいにしてあげるっていう行動なの。そう。だからそれをやるっていうのは認められた証拠だね。うん。甘噛みは違うね。甘噛みはちょっと違う。甘噛みとは違うの。こう、なんつうの。こう、指の境界線をパサ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 って謎、こう、プツ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 ってやるの。ずっと。羽を整えるみたいな仕草。な、どうしたの、シャーちゃん。うん、それはあの綺麗にしてあげるよっていう意味。羽生えてないんだけど、その本能で残ってるんだろうね。だ、それやってくれたらもう、いや、ありがとうっていう、シャーちゃんありがとうって。これよ、今自分のやつやってるぞ。なんかさ、そのさ、さっきさ、あの、イエスマンしかいないんですねっていう風に書いたコメントあったじゃん。自分がさ、例えば会社経営しててさ、あの、反対派の人たちだけで会社作るとか頭おかしいでしょ。組織を作ったりチームを作るんだったら考え方に同調してる人と一緒にいるの方が楽しいに決まってるじゃんね。イエスマンしかいねえのかよって、あ、そうだよって。イエスマンが100人いるんだからよっぽど楽しいだろうって。そう思わない。考え方が合ってる人が100人。まあ、フォロワー自体で言ったら4500人いるんだから、お前できるのかよっていう。お前フォローしてねえんだから関係ねえだろって感じだよね。何言ってんだ、こいつだよね。よくわかんないことが多すぎるよ。
今度ペコと遊ぼうかな。ペコと交代。今度ペコも遊んであげる。ペコ仲良しだね。はい、おいで、ペコ。ペコ、出番だよ。ペコ。はい、ペコ遊ぼう。うん。ペコおいで。一人一人ね。うん、おいで、ペコ。おい、ペコ、ペコ、おいで。今度ペコ遊んであげる。おいで。うん。おいで、ペコ。うん。はい、おいで。遊ぼう。うん。おいで、ペコ。おいで、ペコ。ペコおいで。ペコ。はい、ペコ。うん、おいで。大丈夫だよ。ペコ臆病だからな。ペコ。ペコは全然言うこと聞かないね。うん、おいで。よっしゃ、シャちゃんお帰り。はい。はいはい。はい。よし。今度ペコの番ね。あれ、ペコどこ行くの？ペコは俺のこと嫌いな。全然違うでしょ。全然向こうにいて、俺の方に来ない。ペコはのんちゃんが大好きだから。ペコ。うん、おいで。勝手に行っちゃった。すごいさでしょ。好き嫌い激しい。っていうか、鳥はもともと一途なの。あの、文鳥は群れをなして、あれしない鳥だから、つがいにしかならないの。だから、一人気に入ったパートナー見つけたら、もうね、他の人に見向きもしない。だからもう、のりこしか興味ない。釈迦と。わかりやすいでしょ。釈迦探してる。どこ行ったっつって。俺に興味ないんだよ。いいよ、上がっておいで。人間より一律だよ。動物だよ。鳥は特にそうだね。もしもし、あれ聞こえない。近く待ってると聞こえる。聞こえる。ああ、もしもし聞こえます。あ、はじめまして。あ、はじめまして。はじめまして。どうも。どうも、こんばんは。イケメンだね。いや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 、普通です。すいません、ありがとうございます。いい男だ。いい、あの、ちょっと、ワドさんにちょっと、うん、あの、すごく、あの、すごく、あの、僕悩んでて、和道さんにすごく悩んでてって言われても、和道さんに対してじゃなくて、すごくあの、うん、あの、悩んでることがあって、それをすごく聞きたくて、あの、いいよ。いいんですけど、あの、僕ちょっと配信をしてるんですよ。はいはいはい。配信してるんですけど、去年の、9月末ぐらいから始めて、去年の9月、はいはい。はい。松から始めて、今に至るんですけど、うん。一時、まあ、少ないんですけど、一時なんか10人前後ぐらいまでは行ったんですよ、閲覧が。ああ、同時閲覧がね。あ、そうです、そうです、はい。行ったんですけど、なんかちょっと、そこまで結構八方美人の配信してて、誰に対しても、こう、うん、なんかこう、当たり障りないことをしてたんですね。うん。うんうん、で、それをやめたんですよ、ある時から。うん。なんか、それって自分らしくなくて、配信しててすごくストレスが溜まっちゃってて。うん。で、やめたんですよ。で、それを、ちょっとやめようと思って、やったら、一気にこう、離れてしまった人がたくさんいて。うん。うん。で、そっからでもなんかこう、5、6人はいたんですけど、最近もうめちゃくちゃ少なくて。う
もう何人ぐらい見てくれてんの今。今はもうめちゃくちゃ少ないですね。マックスで。うん、なんかキツネ枠でやると8人とかは行くんです、うん、まあ行くって言ったらもう少ないんですけど、うん。大体普通枠で行くともう、5人以下ですね。おー。で、なんかごめんなさい。雑談をメインでやっていきたいの？あ、そうです。雑談で、なんかこう、まったりしてるメインで配信をしてるんですけど、うん、なんかこう、どういう、うん、なんだろう、コンセプトとしてはまったりしてて、寝落ち枠が多いような感じでやりたいんですけど、うん、なんか、どうすればいいのかなっていうのがあって、で、ワドさんが結構近い配信をしてて、すごい僕めちゃくちゃ参考にしてるんですよ。はい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 。それでどう、まあごめんなさい、情報が少ないんですけど、どうすればいいのかなと思って。一個一個確認していってもいい質問あ、はい。はい、お願いします。ふわっちで配信やってんだよね。はい、そうです。うん。で、配信で一番欲しいものって何かな、うん、欲しいものっていうか、どういうものを求めて配信をやってる？一番はやっぱこう、僕は2、30人ぐらい、まあそうですね、2、30人ぐらいいて、閲覧ですね。閲覧が2、閲覧か、そうですね、2、30人ぐらいいて、なんか仲良くワイワイやれる、うん、やれたらいいなっていうのが、はい。OK。じゃあ、なんで2、30人必要なのか教えて。30人、コメントが全然飛ばないし、一人の人に対しての、なんだろうな、一人の人の話をしちゃうと結局一人の話になっちゃうから、いろんな、うん、ごめんなさい、ちょっと、いろんな人がいると、なんかいろいろワイワイできるから、まあ2、30人ぐらいいた方が、なんかなんだろうな、楽しくできるかなっていう、ごめんなさい、そんな感じです。あ、ね、多分なんだけど、うんね、2、30人いても、うまくいく人とうまくいかない人は、はい、多分ね、別。うん、ああ、なるほど。うん。うん。だからね、それはね、多分ね、マメさんの想像なの。うん、知らないから、勝手にそうなんだろうな、うんうんうん、コメントが走るようになるんだろうな、ああ、なるほど。別にね、30でもコメント全くないというか、はい、俺ね、知り合いに、はい。閲覧500人いるけど、うんうん、2時間喋って、おはようございますってコメントがまだ表示されてる配信者知り合いにいるぐらいだから。それ、どれさんかうなちゃんマンとかですよね。いやいや、まあまあ。だから、人数が増えたら、はい、なんていうのかな。コメントが増えるわけではないのね。はい、ああ、なるほど。うん。でね、多分ね、はいはい、配信は好きなの？配信は毎日やってます。あ、やってるんだ。じゃあ、好きなんだね。はい、うん。ゴールはどこっていうか、目標はどこなの？目標がそれですね。もう僕は2、30人、まあマックスで50人ぐらい、もし行けば、すごい僕は高望みだとは思ってるんですけど、うん、マックスは50人ぐらい行って、うん、まあ別に、うん、まあもう、まあ、アイテムとかよりもやっぱこう、ね、いろんな人がね、来て。楽しみたいんだね。そうですね、楽しみたいのが一番ですね。OK、うん。ね、じゃあ、答え、うん、だんだん分かってきた。うん、ね、まず、はい。OK。じゃあさ、はい、こうしてみようか。俺が今から3分あげるから、うん、100人相手にするっていうことを経験したことが多分ないと思うんだよ。ちょっと、100人相手に呪縛だと思って。マジですか？マジです。ちょっと、ロムリますね。聞いてます。じゃあどうぞ、3分間。あ、どうも、ですね、僕はいつもですね、居酒屋豆っていうタイトルで、お酒をよく飲んでる、配信をしてるんですね。で、そこで、僕はですね、映画が結構好きで、毎日映画を見てるんですよ。映画を、だいたい1日1本から2本ぐらい見てて、それの、一番最初に配信すると、それを、大体最初に始めて、で、そこからコメントを拾って、僕は、いろんな話をしていくんですけど、まあ、大体僕の配信は、すごくコメントが少ないので、あんまりこう、盛り上がりはしないんですけど、あれですね、その中でも僕は、まあ、いる、
いろいろやってて、そうですね、ちょっと難しいな。難しいな。ですね。まあ、とにかく僕ね、喋ることがすごく好きなんですよ。いつもですね、配信してて、だいたい、そうだな、感想すること結構多くて、全然閲覧も10人もいかなくても僕、感想するんですよ。なんでかっていうと、まあ、喋ることが好きだし、聞いてくれてる人が結構いるから、僕は結構、ずーっと喋ってて、で、やってるわけなんですけど、で、難しいな。無給、難しいな。で、それで、ですね、まあ、ですね、まあ、とにかく、とにかく、ですね、僕は、僕の話を僕の話をすごく、まあ、聞いてくれる人って、配信者ってみんなそうだと思うんですよ。僕、自分の話をやっぱ聞いてほしいっていう人がすごく多くて、その中で、どういう風に聞かせるかっていうのはやっぱ結構大事で。で、僕はね、その中で、僕自分の配信ですごく頑張ったつもりでやってました。はい、ごめんなさい。はい、すいません。ごめんなさい。大体分かった。50人行くよ。行きますか？行くけれども、はい、いくつかやっぱ手こ入れしないといけないところが多くて。そうですよね、はい。YouTube とかさ、見る？YouTube 見ますよ。ワンドさんめっちゃ配信。俺、僕、休憩、仕事の休憩中に、ワドさんの配信が、僕、ワドさんの配信が本当に結構好きだから、ワドさんの配信を見ながらすごく参考にしてて、休憩中とかもワドさんの配信見て、どういう風に喋ってるのかっていうのを、すごく参考にしてるんですよ。OK、うん。じゃあさ、普段さ、はい、リスナーさんには話さないで、はい、解放とかに裏で話すような、ほら、解放弟子って名乗ってるから、解放はまあ実践できてないんだけど、はいはいはい、話してるようなアドバイスするね。はいはいはい。まずインターネットで、検索、誰かを検索したりとかするとき、YouTube を検索するとき思い出してもらいたいんだけど、はい。一つ目は、How to っていう方法があるの。うんうん、はいはいはい。How to っていうのは、自分が調べ物をしたいときに、はい、参考になるものを探すとき。はい、言ってる意味わかる、はい。例えば映画が好きだっていう時に映画の評論を探したりとか、はい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 、映画の、特報、俺はエヴァンゲリオン好きだからエヴァンゲリオン特報とか出てないかなとか、はい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 、この How to っていうのね。はいはいはい。だから、マメさんがみんなの How to になるようなことを思ってるかどうか、まず1点目。はい、あー、なるほど。はいはいはい。うん、つまりそれを持ってるとタイトルに今日は何々を語りますっていうタイトルにしたらそれを好きな人が集まるの。うん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 。だからまず自分の武器は何なのかを把握すること。なるほど。はい。うん。で、もしないのであれば、はい。まあダイエットでもいいし、映画でも映画評論でもいいし、何でもいいから、本10冊読んだら多分人よりも知識は上がる。ああ。一つのテーマに対して。はいはいはい、うん、で、専門的だなと思うのが大体30冊読破してるレベルの、うんうんうん、だから何か一つの武器を、まあ、本10冊読んで自分の好きなことをそれをトークで、はい、今日はこれについて語りますっていうマイトークを持っておいた方がいい。OK、 なるほど。ちなみになんですけど、うん、僕いつもタイトルが、うん、タイトルがちょっとあれなんですよ。僕は、他の配信者と違って、うん、僕、タイトル、ちょっと、あれなんですよ。わかるわかる。まあ、要は、大衆酒場豆みたいな、固定でやってんでしょ。あ、そうそうそう。固定でやるっていう。うん、それは次話す。うん、大丈夫。あ、ですか？わかりました。3つあるって言った。わかりました。How to って覚えといて。あ、わかりました。はい。うん。それができると、その好きな人が集まる。うん、はい。で、二つ目っていうのが、はい、レビュー。うん。うん、レビューっていうのは一つのものに対して何かを話したい人が集まったりとか、その情報交換をするっていう役割の、これは俺がよくやる手法なんだけど、映画撮るって言った時、はい、映画語ろうぜって言ってコメント欄でみんなでわちゃわちゃやるスタイルの、はい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 、
要は自分も参加者の一人になって、あくまでホストっていう立場になって、みんなに相談をあぐ、うん。これはコメント走りやすいスタイル。だから自分が知らないふりをして、専門知識を持ってたとしても、ハウトゥーみたいに語るんじゃなくて、みんな何々についてどう思うって、はい、あ、そうだよね、そうだよ、あ、そういう考え方もあるんだって回していくスタイル。これは、多枠の、便乗芸をやるときによくやるスタイルの。これ実はレビューなのよ。ああ、なるほど、はい。そう。だからコメントを走らせやすい。OK。はいはいはい、これが二つ目。OK、で、三つ目、炎上。はい。要は警察だとやったりとか。これはおすすめしないから、ハードル。はいはいはい。わかりました。で、俺が伝えたい三つ目っていうのはキャラクター。はい、キャラクター。はい。うん、トム・ソーヤ、池上、稲子、キューちゃん牧師とか、キンバエさんとか、はいはい、キャラクターだけで見てもらう。うな、ん、ちゃんマンとか、うんうん。これは興味が、はい、相手がある。要は知名度がある前提で勝負をやってるの。はいはいはい、だから、キンバエさんとか、うん、もうその人に興味がある人はタイトル変えなくていいの。あー、なるほど。でしょ？だから、知名度がない人でタイトル固定でやってる人は、要は理論的ではないの。はいはいはい、俺ですらやってないのよ。それは多分ね、うんうんうん、1万人以上とか大手になって初めてできるスタイルの。そうですね。なるほど。うん、で例えばさ、じゃあそれを踏まえた上で質問なんだけれども、はい、豆さんはなんで固定でやりたいの？名前。僕がこな名前ですか？いや、タイトル。あ、タイトルですか？タイトルで僕がやり、そのタイトルでやるっていうのは、例えば、テレビとかってあると思うんですけど、例えば、笑っていいと思ったらじゃないですか。うん。笑っていいと思っていうタイトル名があって、で、その中で、うんと、いろんな番組、ま、番組じゃない、何をするかっていうのがね、出てくるわけで、こうタイトル名、あ、そう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 、コーナーがあるっていうので、タイトル名変えちゃうのって良くないんじゃないかなと思ってて、僕はそれで、常に絶対的に、まあ、居酒屋豆って言ってるんですけど、常にそれを、やるっていうのは、なここは曲げたくないなって思ってやってますね。うん。そういう意味で。それをやり続けて埋もれちゃったのがドレさんだったの。あ、ドレさん。そうなんですか。ドレさんはドレの深夜食堂で10年ぐらいずっとやってたけど、結局埋もれちゃったでしょ。だから、要はブランドが先にないとそれは成り立たないの。ブランディング戦略っていうやり方なの、それは。はいはいはい、でも、ブランディング戦略をやるときは、初期にだいぶ広告費を投入するのよ。うん、うん。だから、ブランドが確立した人がやるもんだと思った方がいい、それは。あ、なるほど。あ、そういうことか。うん、確かに、タモリとか、ね、そう芸能人とか出るから、だから成り立つ。あ、なるほど。そう。ありがとうございます。はい。そう。それはね、実は最初にやると、要は何、はい、要は居酒屋、例えばさ、はい、居酒屋ペコっていうタイトルがあったとして見たいと思うかよ、はい、自分が。全く知らないで閲覧3人ぐらいで居酒屋ペコって書いてあったら見る？いや、思わないくて、うん、で僕のちょっとね、甘い考えがあって、その一回入ったら、うん、なんかこう、好きになってくれるんじゃないかなっていうのはあって、でもそれはあれですね、今考えれば間違いですね、完全に。そうですね。まずは見てもらうことの。なるほど。入ってもらうことですね。だから、ま、そう、はい。だから俺は映画撮るって言ってるのに映画やめましたっていうタイトルをやるの。あー、なるほど。映画撮りますっていうタイトルだったら、多分見ないの、はい、人は。なるほど。わかる。興味がわからない。でも映画やめますって言うと、うわぁ、また和道が手のひら返した。またかって見に来て、いや、映画撮るよって言えばいい。要はね、要は、はい、コピーライティングっていう本を買った方がいいよ。コピーライティングっていう名著があるから、うん、コピー、はい、要はコピーライトのタイトルって。例えばね、うん、さっきの居酒屋ペコだと見ないかもしれないけど、はい。うん。ペコが今から、じゃあどうしよう。誰、まあ有名な人、金梅さんと裁判っていうタイトルだったら多分人来るでしょ。それでいいかどうかは悪いとしては人は来るのよ。はい、はいはいはい。で、それをどこまでやるのかっていう勝負なの。ああ、なるほど。タイトルを決めて、どこまで自分がやれるのかってことですね。うん、そう。だから、過激なタイトルで人を釣れって言われたら、俺ら全然できるのよ。はい、ああ、なるほど。だけど、これは炎上するな、はい、これは炎上しないなっていうのを工夫しながらやってるの。ああ、なるほど。あ、そう。なるほどね。あ、そういう、なるほど。そう。だから、タイトルとサムネ。はい
タイトル、サムネっていうか、はい、トップページの映像ってめちゃめちゃこだわってるよ、売れてる配信者は。いや、ほんと、それ、すごく見てて思ってて、なんか僕ちょっと自分の中で変なプライドがあって、うん、なんかこう、今まで、その売れてる金梅さんとか、まあ、いろんな人、配信者いるじゃないですか。その中の、じゃなくて、なんか俺は違うジャンルで行くんだっていうのを思ってたら、全然言いづらいかなくて、やっぱなんかそこで、すごく迷ったりともしてて、やっぱなんかあれなんですかね、やっぱ、ある程度、はい。こだわる部分はタイトル、テロップ、はい、トップページとサムネはまず徹底して作り込むの。で、ね、さっきのコメント欄見てて、イケメンって言われたでしょ、はい、書いてあったの読んでた。はいはいはい、ってことは、そう、はい、あれはチャームポイントっていうか、その、はい、自分が持ってるすごく優位性なのよ。だから、それを言われてるのに、はい、センズっていうさ、はい、サムネイルにして、豆って書いてるのって、すごくもったいないことなの。はい、あ、そうなんですか？俺はもう、はい、そう、俺はファーストインパクトで、俺もイケメンだねっていうふうに言ったから。いや、はい、イケメン、要は、豆さんがイケメンか、はい、自分の自己評価はともかく、周りの評価はイケメンなのよ。はい、それを生かさない手はないよね。はい、あー、なるほど。求められてることだから。うん。そう、爽やかだし。そう。だから、そこは、はい、まあ、周りからそういう風な評価を受けてるんだからっていうことで利用した方がいい。つまり、顔出し配信じゃないでしょ、多分。いや、顔出しです。毎日顔出し。顔出しです。じゃあね、はい、サムネも自分の顔に変えた方がいい、今すぐ。マジっすか？マジっすか？はい。あのサムネは売れない。うん。わかりました。じゃあ、ちょっと、うん、結婚式の時の写真、結婚式の参加者写真にします、うん、じゃあ、はい。うん。スーツ着てるのとかでいいから。あ、わかりました。そう。はい、そう。うん。かな。あとはね、はい、自分のトークっていうネタを持ってない気がした。自分のトーク？要はね、実はフリートークをしてるように見せてるけど、はい、俺ら。例えばさ、はいはいはい、ガキの使いあらへんでって番組見たことある？ありますよ、あります、あります、うん。はい。あそこでハガキコーナーやってるの知ってる？ハマちゃんとまっちゃんが。あー、なんかちょっとしかも、ハガキを読み上げる。あんま記憶ないですね。はい。うん。それね、俺らの世代だと絶対みんな知ってるって言うんだけど、あれフリートークだと思ってる人多いのよ。あれってフリートークじゃないのね。フリートークに見せて。はい、はい、はい。うん。だから、実は、だらだら喋ってるように見せて、実は俺らって引き出しの小ネタ、ネタを100個くらい持ってて、それをどこを開けるかっていう勝負をやってるの、持ちネタを。あー、なるほど。そう。だから多分ネタ帳を作ってないんだと思う、豆さんは。いや、作ってないですね、全然。うん。だから、それが多分、売れてる人と売れてない人の差なの。うん、金梅さんとか、なんかそこら辺の人たちは、まあちょっと名前出してあれですけど。うん、いいよいいよ。例えば、ネタ帳を実際に書いてるかどうかじゃなくて、ネタ作りを意識してるかどうかで、俺と便所さんが会ったら、こんなネタがあった、はい、こんなネタがあったっていう話になるの。必ず。ヒカルくんでも全員になるのよ。はい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 。うん、つまり、まあ俺は最初はメモ取ってネタを書いてたんだけど、要は、それが慣れてくると頭の中でネタを作れるようになるのね。はい。うん、例えば、さっきのトークで言ったら、ああ、ノリコ出て行かせたよっていう散々振りを聞かせた後に、いや、実はね、はい、って喧嘩の冒頭では、俺がフェラしてって言ったんだよねっていうのは、うん、ほら、笑ってくれたでしょ、これ明らかにフリートークに見せて、俺はネタを書いてるの。はい、ああ、なるほど。そう、はいはい、要はそういうパターンができてくると応用が効くようになっていくし、はい、笑ってもらえるとか、はい、その受けるっていうネタをどれくらい持ってるのかっつったら持ってなかったの、はい、さっきのトークでは。だからアズワックするの。そうですね。そうだから、その、はい、なんつうのフリートークを、要はね、はい、いつも言うんだけど、型破りなことみんなやりたいの。みんな、そうです。あ、そうですね。我流ね。は、型破りなことがやりたいんだけど、ね、はい、型がないやつは型なしなの。はい。あ、ワトさん、はい。ワトハ先生、聞きました。うん、はい、うん。で、その型っていうのは何なのかっていうと、タイトル、はい、サムネ、ネタ作り、トーク、リスナーさんとのコメントの拾い方。で、はい、俺が普段言ってることっていうのは、あくまで、4400人のフォロワーがいて、5000人、5年間の、毎日10時間以上5年間やってきて、今現状の俺が見てる課題なのよ。はいはいはい、で、豆さんが今見なきゃ課題っていうのは俺クリアしてるの。
はい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 、要は型よ、型。基礎のことを言うの。基礎とか基本とかのこと。基本ができてないと型は破れない。型がないだけ。はい、はい、はいはいはい。だから、あの、セオリー通り、まずは真似てみるといい、うん、いいかもしれない。なるほど。型を作るんですね。型を作らないと型は破れないよ。なるほど。自分のスタイルを決めるってことですよね、要は。違う。あ、違うんですか？スタイルじゃない。いや、要はそれは我流をやりたい。はい、型破りなことをやりたい。そうじゃなくて、はい、誰もができる型。例えば空手で言ったら、正拳突きから始まるの。あとは、すり足って言って、足運びから始まったり、ボクシングで言ったら、ジャブ、はい。うん。ジャブが打てないのに、いきなり、その、ビッグマグナムとか打てないでしょ、なんか、クロスカウンターとかやろうとしても。はい、そう。だから、そういう配信のイロハみたいなものが、完成するのが大体中堅って言われてるレベルの人の。それが絶対、閲覧50、100がいくレベルの。ああ、なるほど。で、才能的に言ったら、はっきり言うけど、行くよ、君は。豆さんは行く。行く行く行く。それは、あの、みんなも、はずの。多分ね、今、ちょっとフォロワー確認してごらん。フォロー増えてるはずだから、うちのリスナーでちょっと興味あるっていう女性が増えてるはず。はい、俺、わかるの、それは。一人だけ。一人増えた？一人増えました。はい。一人か。ちょっと弱いね。うん、いや、もう、ありがたいですね。そう。だからね、まずは、その、サムネ、はい、を顔写真に変える。タイトルはこだわってみる。今日はこれ話しますっていうトーク。はい、そうです。そう。であとは、はい、鉄板トークを作る、自分の。鉄板トークっていうのって、あんまりこう、小出しにできないじゃないですか。できるよ。あ、できるんですか？どういうことですか？鉄板トークって僕の中でこう、うん、一つの、例えば、うん、なんかこう、こういうことをしましたっていう話じゃなくて、また違うことなんですか？そういうこと。テンプレートね、要は。テンプレート？ね、なんて言ったらいいかな。フリートークで毎日やるの相当話術がいるのね。はい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 。例えば、芸人さんのランクで言うと、あるある芸人っていうのが一番ランクが低いの。はい。あるある芸人っていうのは、みんながあるあるって思うことを歌とかリズムとかに乗せて、はい、あの、小出しにやっていくタイプの芸人っているでしょ。いますね、はい。要は、あるある探検隊とか、あっくんかっこいい、かっきーんとかさ、要は一言一言言って笑いを取ってる、はい。あれが一番レベルが低くて簡単なの。はいはいはい。要はなんだろう、あるある芸人。で、次に覚えないといけないのが、はい、次にレベルが高いモノマネって言われてんの。モノマネ、はいはいはい。モノマネ。モノマネは完コピー、技術だから。ただ、はい、フリートークとかできないよね。だから、テレビのレギュラー取れない。なるほど。で、今度次に売れる人、はい、こっからが、はい、あの、評価される人なんだけど、漫才。はい、ネタ作り。で、要は今ネタ作れって言ったのが漫才に相当するんだけど。で、漫才ができたら次にレベル高いの、コントなの。自由度が上がるから。あ、なるほど。はい、はい。そう。だからコント強い人って、漫才芸人よりもコント芸人の方が、実はテレビに出てるでしょ。あ、そうですね。めちゃくちゃ出てますね。確かに。そう。で、今度その次に、はい、漫才、あるある芸人、モノマネ芸人、漫才芸人、コント芸人、で、最後に行き着くのっていうのがフリートークの。もうこれができたらもう最強。うん、いや、そうです。あ、なるほど。いきなりフリートーク、要は漫才とかコントが瞬時に作れるっていうレベルだから、フリートークっていうのは。掛け合いでできるレベルの。じゃなかったらただダラダラ喋ってる素人の居酒屋のおっさんと一緒だから。なるほど。そういうことか。で、最終的には回しって言われてる一番難しい司会業ができるようになる。あー、なるほど。要は人を入れるようになるの。だから、うなちゃんまん、鮫島さん、便所さんとか、はいはい、ああいう石川紀之とか回しに行くでしょ。あれは完成形なの。はいはい、要は、はい、俺に任せてくれたらフリートークでお前らのつまんねえトーク面白く変えてやるよっていう超高等技術のあれは。だ最初からやっても無理だ。あ、なるほど。ああ、そうか。そういうこと。ああ、なるほど。そう、はい。それを、あの、今、石川の隆起さんとか、はい、まあ、俺で言ったら多分ネタ作ってるから漫才レベルだと思うんだけど、はい、そういうのになるためには、俺らは必死に、うん、あの、ちゃんと下積みはやってるよ。ああ。そう。じゃあ、ちょっとあの、すごく、うん、あの、あれだ、もちろん分かったんですけど、いいよ。ちょっとあの、聞いて。一つの亜種として、亜種というか、亜種の中ですごく、
出てる人がいるじゃないですか。例えば。七原くんね、はいはいはい。彼はそこら辺の部分ではどう思いますか、和道さん的に。七原くんは大天才の、要は素人、はい、要は、はい、計算してやってないように思ってるでしょ。そうですね。うん、じゃあ一個教えてあげるね。はい。ちょっと待ってね。例えば、七原くんは天然だっていう風に見せてるけど、うん、実はかなりのプロフェッショナルなの。その一例を言うね、はいはい、もう同業者が見たら、これ計算だよっていうのがわかる、はい。俺は彼が計算でネタ、はい、要は職人としてやってるのがわかるのが、はい、まあ、パソコン配信してるならわかるけど、このカメラ持ってるはずなの、ロジクールっていう。ああ、はい。みんな持ってるやつね。はい、で、これって、クリップでこうやって挟み込むタイプなの。はいはいはい。わかる。だから、こういう風にパソコンとかにこうやって挟むのよ。うんうん。わかる？はい。こうやって。はい。で、こうやって配信やってるはずの、七原くんの画角って。だから、壁をいくらドーンってやっても落ちないのよ。はい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 。でも、七原くんは、あえてグラグラにこうやって設置してんの。なるほど。挟み込んでない。だから、ドーンってやるとカメラがずれるの、こうやって。なるほど、なるほど。これ、そう。落ちるわけですね。そう。それで笑いが取れるっていうの、彼、要はネタなのよ、あれは。なるほど。普通に考えたら怒らないことを、要はトークとかも、うん、実は緻密に計算されてるのね。FX とかの上がる上がらないとか、はい、笑いを取るためだけに特化してやってんの、彼は。だから、はい、そう、同業は彼のことを、その、うん、要は天然だとは思ってないよ。むしろ超計算され尽くした、数々のテンプレを全部マスターして、それを演じ切って。だって、彼って確か2、3年ですよね、今やってて。うん。で、それで、うん。それは彼が天才だからだよ。いや、あ、なるほど。だから、俺、彼の放送実は一回も見たことないんだけど、はいはいはい、YouTube とかでかいつまんで見てるんだけど、はいはいはい、うちのリスさんにも七原さんのファンがいっぱいいて、聞いたことがあるの。はい、彼おそらくなんだけど、はいはいはい、2時間以上トークしないはずだって言ったの。はいはいはい。要は、あのトーンで鮮度的に、それ以上やると絶対ダラダラするから、閲覧がキープできなくなって長くだりをするの。うん、うん。だから、そこの見極めとか、要は俺も2時間でトーク切るよって言ったのは、彼を参考にしてる。だから、それくらいテクニカルだよ、彼は。なるほど。じゃあ、僕も七原くんの配信は、正直、僕一回見たくなくて、なんか、ほんと、僕が、この人面白いなと思ったのが、うん、こう、なんか、女の子が、んと、うん、なんかこう、男の人のこういうのが嫌だっていうやつがツイッターに上がってて、その動画に対して、七原くんが、なんか、うん、いや、これ違うよみたいな動画を見たんですね、僕が。うん、でそれ見た瞬間。ADHD のやつじゃない、それって。違うかな。ADHD? まあまあ、動画をキャプリながらいじるってやつでしょ。そう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 。それを見て、うん、で、それで、俺それ見た瞬間に、この人めちゃくちゃ面白いなと思って。あ、もう天才だよ。その、ちょっとしたことだけですごく面白いなと思ったの、思って、本当に頭いいなとは思いましたね、本当に。うん、なんでかっていうと、リアクションをこうやってやるから。うん、あ、なるほど。わかる。うん。要は、そういうテクニカルな部分って、はい、まあ、俺はあえてやらないんだけど、ニコ生の頃とかやってたけど、ってやるとコメント走るの、面白いから。だからそういう技術を持ってるの、彼は、うん、なるほど。そういうのを一人で極めたってことですか。一人じゃない、もともと彼は暗黒リスナーだったの、はい、横山みどりさんの。そうそうそう、だから横山みどりが本来なるべきだったっていうのを頭の中にある、彼の中。だからみどりさんに対するカウンターでやってんの、あそこは。なるほど。お前こうなるべきだったんだろうって、小月やらねえって言ってたんだろうっていう、要は暗黒ルールを忠実にやって、前世紀のみどりさんの動きをコピーしてやってるんだろう。あんな、そういうことか。なるほど。だから、リスナー歴が長いから、そういうノウハウがあるの。便所太郎さんも一緒ね。リスナー歴が5年、10年、5年とかすごく長いから、配信者に、要は客観的に見えてんの、はい、彼らは。なるほど。そう。だから、あれを真似しても無理だよ。はい、基礎がしっかりしてるから。一応ですね、僕ですね、ツイキャスの初期、うん。ツイキャスが始まったばっかの時に僕一応配信1年ぐらいやってたんですよ。うん。やってて、当時、
初期だったんで、閲覧が40人ぐらいだったんですね。ま、あの、トップが。うん。トップが40人ぐらいで、20人時から、あの、一応は、うん、始めてたんですけど、そんなのは全く参考にならないですよね。うん、全くならない。ならないですよね。うん、そうですよね。今、結果が出てないってことは、今求められた結果が出てないってことは、何かしらの問題がある。いや、ほんと、ほんとにその通りです。はい。うん、俺以上の閲覧、はい、要は300を超えると、俺はアドバイスできないけど、はい、要は300以下だったら問題点はわかるよ。あ、この人ここ直したら伸びるなっていうのはすぐわかる。あ、うん。うん。うん。和道さんから見たら、うん、僕がやるのは、うん、もう簡潔に言うと、どこを直せばいいと思う、うんうん、もう一回言うね、はい。メモを取ってほしいぐらいなんだけど。すみません、メモをちょっと携帯で取りますね。うん。はい。こっちだ。ちょっと待ってくださいね。お願いします。はい、お願いします。うん、まず、サムネイルを顔に変えること。サムネイル、顔。はい。うん。で、顔っていうのは、こっから上。顔が完全にわかるように。はい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 、このサイズね。あ、今のワードさんが映ってるサイズですか？そう。サムネイルは正方形だから、はいはいはい、自分の顔がはっきり認識できる。どんな顔でもいいよ。はい。うん。で、自分の顔を覚えてもらうっていう点が一つ。はい。うん。で、タイトルに何個も何個もタイトルを変えてみて、4時間ダラダラやるんじゃなくて、1時間で1回切るでもいいから、タイトルを変更したらどれくらい、人が来るのか来なくなるのかっていうのを身をもって体感すること。タイトルを変更するですね。タイトルを変更すること。変更する。はい。うん。で、テーマ性を持って話をすること。これが一番重要。テーマ性。うん。配信の原理を言うね。はい。すごくテクニカルなことなんだけど、みんな人を増やそうとするの。仮想配信者は、はい、同時閲覧を増やそうとするの。はい。俺らは違うの。俺ら人を増やそうとしてない、はいはい、新規は必ず来るから新規を何分とどめるかっていう勝負をしてる。あー、なるほど。いくよ多分ね、はい、30分で一枠終わったら、はい、豆さんは新規だかロム線だか分かんないけどトータル閲覧30とか40にはなるはずだ。なるよね。あ、そうですね、大体それぐらいですね、うん、はい、で5分しかとどまってなかったってことは5人しかいないってことは35人30分間で消えたって考えるの、はい、そう、はい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 、うん、もし初見が来てね、30分間半分をキープすることができた、閲覧20キープできたんだよ。で今度そう20できた状態だとランクが上がるからどんどん相乗効果で入ってくる人が増えるの。だから俺らはとどめる技術をずっと勉強してるの、人を、はい、初見は必ず来るから、はい、で、はい、面白かったらフォローしてくれるからまた強くなるで、はい、どんどんステップアップしていくので、ブランドが出来上がるともうネタとかに走らなくて勝手に人が集まるようになるのが完成形。さっき言ったタイトル変えなくていいっていう、はい、なるほど、はい、そう、なるほど。で要は初見を釣るためにはタイトルなんだけれども、とどめてもらうためにはトークなの。はい、はい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 、うん、で、トークのネタは何にもないから人がいなくなる。あ、トークはなんですけど、うん、僕、ネタなんですけど、うん、ネタに関してはもう常に僕、うん、もう、例えば、うん、4時間配信、ま、完走するじゃないですか。うん。僕、基本的にずっと喋ってるんですよ。うん、ずっと喋ってるんですけど、コメントが走らなくても、ずーっととにかく新しいネタでずーっと喋ってるんですよ。うん。で、コメントがないと次の話題に行っちゃうんですよ。で、そこもちょっと悪いとこだと思ってるんですけど、和道さん的には次の話題に行かなくて、その話題を常にこうやった方がいいのかなって、どう思います？ちょっとなんかあれかもしれない。わかるわかる。まず、じゃあ目的だよ。俺が普段やってるかどうかは別として、50人、はい、今の豆さんと同じ状況で50人キープさせるとしたらなんだけれども、はい、1点ぶりをする。まず50絶対達成するっていうのにコミットするの。絶対50行ってやるって今日は決めたら、はい、30分か1時間の一発勝負で同じ話をずっとループで話す。同じ、こう、ことを言ってもいいんですか？
行ってもいいっていうよりもね、まずね、人が、初見さんが滞在する時間は6分なの、俺の場合は。おー。うん。もう YouTube とかでデータが出てるの、それは。つまり、6分間で面白かったら次来てくれて、6分間でつまらないって判断をされたらもう二度と来ないっていう世界の、俺の場合は。で、他の人はもっと短いんだと思うの。過疎の人だと10秒とか1分とかで勝負しないといけないのね、それを。なるほど。そう。だから、はい、6分間同じトークをずっとする。6分でいなくなる前提で。はい、で、そこでフォローを集めちゃう。ああ、なるほど。うん、もう常に勝負ですね、要は。うん。マジか。で、はい、フリー、はい、要はさっきも言ったんだけど、我流でやりたいのは相当レベルが高いことなのよ。だから、はい、今の結果が出てないっていう部分を素直に受け入れた方がいいと思うよ。はい、そうですね。要は受けてないっていう、はい。要は3人にしか受けてない、5人にしか受けてない。はい。うん。だから、例えば、その、俺だったら、その、仏教の話とかだったら2時間できるし、エヴァンゲリオンの話だったら2時間できる、はい、ジブリの話だったら2時間できる。逆に言ったら、女の人が多かったら、あ、焼き鳥のくだりのネタ話そうって。例えばさ、うん、俺がよく言うさ、焼きそばにビールかけるやつ大っ嫌い、居酒屋の鳥皿大っ嫌い、焼き鳥の串外すやつ大っ嫌いってトーク聞いたことない？あ、まあ、はい、あります、なんとなく、はい。なんとなくありますよ。あ、いいよ、なんとなくある。あれはネタなのね、はい、実は。はい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 、で、要は、豆さんって結構俺のこと見てくれてるヘビーリスナーなのに、そのネタを知らない、はい、わけじゃん。なんとなくしか知らないってことは。要はそんなもんの人の認識って。はい、受けちゃえば勝ちだから。なるほど。うん、いやー、ちょっと、あれですね、本当に、うん。ちょっと自分の中での、こう、決めてたこととかが、結構、うん、ワドさんの話を聞いてて、全然こう、やっぱ全然違うんだなっていうのがあって、何ですか、こう、やっぱリスナーさんにもまあ、ある程度聞いたりはするんですよ。なんで俺って配信、一覧集まらないのかなって言ったら、こう、こう、こうじゃないって、やっぱ優しく教えてくれるんですよ。いや、リスナーさんはわからない。要は、わからないからリスナーなんだもん。リスナーさんの話は参考にならないよ。要は、今みたいな配信論みたいな議論って、俺、普段リスナーさんに言わないじゃん。はい、はいはいはい。なんでかっていうと、それって同業者にやるべきであって、同業者はこんな話ばっかりしてるの、はい。例えば俺、弁当太郎さんに昨日言われたのは、ね、うん、俺が旅行ってる時に、お前、映画やめたってお前ふざけんなよって言われたの。うんうん、要は、俺が家にいる時だったら、ポンプ入れてやったのによって。要は、美味しいネタだっていうことを言ってくれてるわけよ。っていうさ、その、高度な話とかもあるわけ。はい、要は、俺が旅行ってる。俺は逆に炎上させたくないから、それ今やったんすよ。便所さんがいない時だからやったんすよ。とかさ。うん、要は、リスナーさんに向けては、これは話さないよ。なんでかっていうと、ネタバラシだから。だから、スプーン負けはこうやって負けてますっていうのをさ、リスナーさんに話しても、そうじゃなくて、スプーン負けてすごいっていうのが見たいわけだ。うん。なるほど。そう。だから、結局、見せられてるのは全部、大手が見せてる素人っぽさとかさ、全部ネタだと思った方がいい。はい、たまにネタじゃない天然タイプがいるんだけど、はい、明らかにそのタイプじゃないから。はい、なるほど、うん。なるほど。いやー、ちょっと。なるほど。わかりました。だから、ちょっとそう、はい、バカすらできないよ。ね、配信者がみんな素人だとか寝てるだけとか言ってるけど、めちゃめちゃ計算されてるから。いや、本当そうですね。本当にこう、計算しますね。本当にちょっと僕も本当にめちゃくちゃ考えてやります、本当に。あ、でも考えすぎちゃやっぱあんまりダメですよね。やっぱ最初。いや、考えなくていい。実践すればいい。あ、なるほど、はい。そう、俺が言ったことが合ってるか合ってないかっていうのは、はい、その、キャラクターの違いもあるわけ。あー、なるほど。例えばね、俺とドレさん、はい、俺と相性いいのは、便所さん、ドレさん、鮫島さんあたりが、多分、うんうん、フォロワーさん見てる人多いそうなの。要は、俺を見るけど、鮫島さん見る、便所さん見る、はい、ドレさん見る人多いの。だからタイプが似てるからな、はいはいはい。俺は介護官なの。その中で一番下にいるわけ。はい、だから、自分がどのタイプなのかっていうのを見定めないと。例えば、アイラとかさ、テルチャンピンとかアイラとか、はい、ネットの王子様とか、あの辺のやり方と、キンバエファミリーのやり方って全く違うのよ。あそこの基礎も違うの。はい、はいはいはい。だけど、なんていうのかな。
その、だから、その、誰流の配信を手に入れるのかっていうのはすごく大事だよ。うん、どこを目指してるのかっていう。それって、あの、僕の中で、こう、うん、例えば、今って、例えば、ベンジュさんとか、サメジザマさんとかの配信のやつと、金梅さんとか、アイラとか、いろいろいるじゃないですか。うん。で、その中で、俺は違うぞと思って違うとこを狙っちゃダメなんダメって、ダメってわけではないと思うんですけど。いや、ダメではないんだけど、ハマらない。うん、要は、俺がアイラの真似をいくらやっても多分花火上がんないんだよ。はいはいはい。うん。なんかこう、過疎だからこそできるみたいな、のはないですか？過疎は、はい、いや、過疎は何でもできるんだよ。だって何やったら注目、注目にならないんだから。だから、そうそうそう、解放に言ってるのは何でもやれって言ってる。あと、大手と絡めって言ってる。なるべく大手の企画に参加する、挨拶に行く、何でもいいから使ってくださいって言って、はい、とにかくアピレと、大型企画は全部顔出せって言ってるの。で、大手に顔を覚えてもらうと、いや、とんでもねえデブのメンヘラのおばさんがいるんだよってネタにされるだけで美味しいのよ。でしょ？あ、ちょっといいですか？僕は、あのね、めちゃくちゃ一つ言いたいんですけど、うん。海宝さんいるじゃないですか。うん。僕ね、海宝さんよりも和道さんの弟子っぽいですからね。完全に僕、和道さん、ぶちまだったら弟子に名乗ればいいじゃん。で、いや、弟子、いや、でも僕は弟子とは名乗りたくないです。おこがましすぎて、うん、僕はそんなのは、名乗りたくないです。でも、僕の配信は、完全に、うん、例えば、こう、米ビューとかあったりとか、この音楽の感じとか、うん。なんだろうな、こう、いや、わかるよ、わかるよ。いやいや、さっきのトーク聞いて、はい、俺の影響を与えてるっていうのは、受けちゃってるのは分かったの。だけれども、だけれども、閲覧さんの状態じゃなくて、今、俺が悩んでるところだから、そこは。あ、5年間積み重ねて、閲覧のベースがある、フォロワーさんのベースがあって、今、俺はここにいるっていうのを、例えばこういうことよ。イチローがいると。はい。で、少年野球で一生懸命頑張ってるんだけど、ヒットが打てない男の子がいるとしよう。ね、はい、はい。その時に、振り子打法をやってもダメなのよ。はい。そうじゃなくて、まず基礎法で。そうですね。そうですね。はい。そう。まあ、俺が一郎に例えるのは変かもしれないけど、要は、その、はい、今覚えないといけないことはそこなのかっていう話よ。うん。うんうんうん、うん。そう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 。確かに。そうですね。才能はあるよ。ありがとうございます。本当に。まめさんが思ってるよりも、閲覧50とか簡単に行くの。なんでかっていうと、はい、俺はほら、解放とか見てて、喋りが全くできないわけよ、解放。だけど雑談でやっていきたいっていうから、本人の意思を尊重してさ、はい、やってるんだけど、はい、でも、解放は多分雑談では無理なの。だから俺は、ひどんなが伸ばすと思ってんの、彼女は。はい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 。ひどんなとかね。はい、うん。だから本来はひどんなとかにつくべきなんだよ。うんうんうん、そう、でもまあ、しちゃってるからさ、それをひどんなところ行けって言ってもしょうがないから。はい、そう、なるほど。はい、なるほど。うん、だから、ネタを作りな、とにかく。ネタっていうか、その、はい、話すべきこと、話したいこと。うんうんうん。うん、話したいこと。自分のこう、得意な分野でも、のメインにやった方がいいんですかね。それとも、なんかみんなが興味持つのようなことを話した方がいいのか。一番いいことは、みんなに合わせるんじゃなくて、自分が話してて、例えばさ、同級生とかさ、親友とかとさ、コンビニの前とかさ、朝まで話しちゃったみたいな時ない？なんか好きなこと喋ってた。あります。めちゃくちゃあります。あるでしょ。あれが理想。なるほど。要は、時間忘れて気づいたらもう2時間経ってたとか、はってなる状態が、一番乗ってる時で、一番リスナーさんも楽しんでくれてる時だから、だから、そういう、なんつうの、すっごく仲のいい人と語り合ってるかのように話すのは、俺は意識してる、毎日。なるほど。ああ、なるほど。なるほど。だから、それをネタで言うとね、はい、それは今、はい、その、同業だから言うんだけど、ネタで言うと、はい、いや、みんなね、って、こうさ、小川とかにさ、座ってさ、おいって、こうやって声し投げてさ、お前、将来何になりてんだよって、そういう感じの放送やりてえよな、とか言うのよ。これは、リスナーさんに見せてるときに、はい、なんだそれっていう。でもそういう雰囲気いいよねみたいな感じで乗っていくみたいな。はいはいはい、なるほど。そう、コンビニでさーって120円のコーヒーで朝まで語りてえなーとか、うん、なるほど。あ、なるほど、そういうことか。わ、うん、かりました。ありがとうございます、うん、本当に、うん、ちょっと長々と本当、うん、とりあえずサムネイルを
顔に変えること、タイトルを変更して、うんうん、テーマ性をもっと持つ。例えば、ハウトゥーを一回やった方がいいと思う。ハウトゥー。要は、はい、映画はちなみに一日一本見るっていうけど、何系の映画を見るの？僕基本的にサスペンスが好き。サスペンスが好きですね。うんうん、はい、じゃあ、サスペンス、絶対に見るべきサスペンス映画、うん、5タイトル紹介しますとか。あー、なるほど。うん、俺だったらね。はいはいはい、あのすごく面白い映画ベスト10とかサスペンス映画ベスト10とか、うん、そしたらサスペンス好きな人が集まるからもう強制的に話が乗っかる。あ、なるほど。あ、だからこそこうさ、うん、タイトルが必要ってわけですね、そういう意味で。だけど2時間とか経つと多分もう他の話になるの、うん、主イケメンですねとか閲覧が集まってくるから全く関係ない話を出すタイミングの前に切る。じゃあそろそろお疲れ様です。で別のタイトルでやる。ああ、なるほど。でそれは前枠続けるんだったら俺ってイケメンかな、要はイケメンっていう言葉があったら俺ってイケメンだと思うとか俺って何顔何点っていうタイトルに変えて、はい、そのニーズのあるタイトルに変えるの、はい、要は前取りこぼしたお客さんに対してアプローチを打つっていう。ああ、僕なんかこうゲイにもモテるんですけど、ちょっとそれはちょっとあんま、ね、いいんだよ。そしたらゲイのリスナーを取りに行くって決めたら、はい、あ、なるほど。ゲイの人ちょっと相談があるって、ゲイの人募集とかいうタイトルにしたらゲイが集まるとか。はい、あ、なるほど。それもテクニック。なるほど。ああ、ちょっとめちゃくちゃ参考になりました。うん、そう。なるほど。ちょっとじゃあ、あれですね、明日からの配信はちょっと、そうですね、うん、いろいろ、うん、本当にタイトルも変えて、まあ何かテーマを決めてね、話して。いや、そう、テーマを決める。で、絶対にブレちゃいけないのが、はい、1時間で絶対50、瞬間風速でもいいから50集めるっていうふうに決めるの。同時閲覧、今日は絶対50取るって決めるの。で、はい、自分が言ったんだから。はいはいはい。で、行かなくても、達成できなくてもいいから、絶対そこは心折れない。1時間の間。OK、はい。で、1回切る、はい。で、どこがダメだったのか、日報書いてる。書いてないです。あ、もう書いてないですね。思うだけですね。でしょ？だから、はい、俺は、その、何時からやって、何分間やって、どれくらい花火があって、閲覧どれくらい、フォロワー数どれくらい、どんなタイトルでやったか、もう1年間全部つけてるよ。記録。いや、やっぱ、それって皆さん撮ってるんですかね？撮ってなかったとしても、やっぱ、撮った方がいいんですかね？俺が金梅さんとキチガイやったら、金梅さんの方が面白いに決まってるでしょ？つまり才能のないやつは努力しないといけないの。やることというか、それに追いつくためにはやるべきことをやるっていうことですよね。うん。なんで自分がダメだって、ダメでもいいの、はい、ダメでもいい、失敗してもいい。ただ失敗したの原因がわからないっていうことは改良ができないっていうのが俺の考え方。ああ、なるほど。うん。ダメだった日は何がダメだったのかっていうのを把握できるようにする、はい、だ何がダメなのか分かんなくなるとスパイラルに入る。要は何やってもうまくいかないし、どうしたらいいんだろうってずっと悩み続けるから。ダメだ、あ、これが原因だったんだってさ、やめればいい、それを。急にやめて大丈夫ですか、それ。大丈夫だ、映画もやめたよ、俺は。旅もやめたから大丈夫だ。あ、なるほど。いや、和田さんの場合、映画やめても、僕は別に全然納得するやめて方でしたけどね。やめ方でしたよ、僕は。全然。俺映画やめてないから。やめてて、プライベートでやるっていう。うん、そう。なるほど。いや、すいません、ちょっと長時間ありがとうございました。ごめんなさい、すごく長い時間、申し訳ないです。行くよ、大丈夫だよ。いや、ほんとに、ありがとう。うん。ありがとうございます。ほんとありがとうございました。うん。ほんとに。そう。またぜひ、またコラボがあったら、はい。上がりたいね、っていうか、俺の LINE 登録して、LINE の方にかけてきてくれた雑談中だったらいつでも受け付けるから。あ、わかりました。じゃあ、LINE もちょっとじゃあ登録させていただきます。うん。うん、LINE 登録して。はい。ありがとうございました。うん、頑張って。はい、すいません。おやすみなさい。失礼します。はい、失礼します。これどうやってやんだ？こうやってやんだ。うん。伸びるんじゃないの？顔もいいし、喋りもしっかりしてるし、伸びづらいジャンルだとは思うけど、
伸びづらいジャンルではあるけど、閲覧50ぐらいだったら多分3ヶ月もあればいけるよ。あ、どうもありがとうございます。普段話さない裏話ですね。こういうのは。相手もありがとうございます。そうそう、配信者の、こう、実は、こう、テクニカルだっていうさ。ガチアドバイス。いや、だから、バカに見えてバカじゃないってどれさんが言ってる？その、例えば、ゆいがさんとか、めちゃめちゃ頭がいいよ。サメ島さんめちゃくちゃ頭いいよとか言うじゃん、どれさんが。っていうのは、その、計算に裏打ちされてやってるからの。で、最終的にはキャラ磨きに入るのね。要は、自分が求められてるキャラクターはどこなのかっていうところを磨いていく作業に入るの。最終的には。なんでかっていうと、ネタもそんなポンポン浮かぶもんでもないのよ。最初2年とかネタ作っていってさ、その、エピソードトークとか、俺だったらその、成田の話とかをよくするの。地元の話とか。過去のエピソードっていうのは尽きないから、花火ありがとう。サンキュー。うん、だから、実は、みんながさ、配信者ってすごく珍しい生き方をしてるように見えるじゃん。芸能人とか配信者。実はあれはそう見せてるだけで、実は俺らも別に普通に飯食って、普通に起きて、普通に寝て、普通にパチンコ屋行ったり、普通に居酒屋してるだけなのよ。でも、その、面白い人とか、そう、コンビニの店員でこの外人さん面白いなと思ったら、ちょっとネタにしようとか思ったら、客色をしていくだけなのよ、そこで。こういう絡み方したら、こういう、ね、いいリアクション来るかなとか、そういうのがうまいの。だから変人を見つけたりとか、みんなが、その、リスナーさんがどうやったら喜ぶかっていうのを、それネタ作りだからさ。ニコ生時代は俺は模索してたの。だから、我流、和道流配信術じゃなくて、俺は大手さんに全員に会って全員に炎上させる絡み方したけど、配信会で全員に頭下げて、どうやったら大手になりますかっていうほどを聞いたの。そしたら、このまま炎上させ続けろって全員に言われたの。いや、引っかき回せって。そういうキャラクター今いないから求められてるからって。で、その後にやりたいことやれって全員に言われた。とにかく今売名しまくれって。とにかくみんなに嫌われろって。とにかく迷惑かけろ。それが求められてるから。全員が口揃えて言ったよ。そう。当たってることは続けろって。どうせ飽きられるからって。だから飽きられる前にどんどんやれって。そう。うん。うん、頑張って。絶対行くよ。閲覧50ぐらい行かないとおかしいよ。おかしい。俺が行くって言ってる人は行くから。行かないときはなんで行かないのかまた相談すればいいよ。うん。うん。でもあれは、あれも計算だったの。そういう時期を通る。炎上したことがない大手っていないの、実は。どんな大手も実は昔に不祥事があったり、要は、もう、なんつうんだろう。叩かれまくってたっていうのを知ってるから。3倍目ヒカルくんも叩かれまくってたし、みんなそうなのよ。みんな通る道なの。だって、便所太郎さんなんか今でこそね、スターだけど、便所太郎って呼ばれてたんだよ。便所しかしねえ、売名しかしない、叩かれてたの。叩かれるの嫌だったら、過疎やってりゃいいんだ。そう。閲覧が欲しいとかさ、ペコどうした。閲覧が欲しい。要はね、何かを手に入れるためにあなたは何を差し出すのかって話よ。うん、手に入れたいもんだけ手に入れるんじゃなくて、それを手に入れるためには俺はプライベートも家族も恋人すらもネタにして全部捨ててるわけだから。手に入れるもののために何をさ、差し出すのかよ。それが大事なの。とりとり。はい、ペコおいで。いっぱい遊んだでしょ。もう帰ろうね。はいはい。帰りたいのね。はいはい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 。シャチャいるよ。はい。帰りな。ご飯食べな。はい。帰りな。はい、おいで。わーしょ。はい。はい、おやすみ。ペコは結局今日も懐かなかった。そうそう、アンチがいないってことは知名度がないって思った方がいいよ。アンチがいないっていうことは誰も関心が持ってないから、イコール知名度がない。
まあでもさっきの話は別にマメ君に限らず全部の配信者に言えることだから。でありがちなのが、大手に、東京の配信者だと大手に売名するとさ、自分が見たこともない数字とかになるのよ。1000人とか2000人とか、金梅さんとか可愛がっちゃうから。だけどそれって自分の力じゃないのよ。1週間で30人とか元に戻っちゃうでしょみんな。だからそれで荒野は苦しんだんだよ。光くんとか八丁とか金梅さんが可愛がってたけど、本人の呪縛がやると60人も集まんない。俺と光くんは裏で実はすごく偉いっつって、あいつはかそってるけど、あの通るべき道を通ってるっていう、すげえ評価してたんだけどね。まあやり方はいろいろあるから、うん、やり方はいろいろある。じゃあ一回2時間経ったんで枠切ります。次枠行きます。お疲れ様です。また見に来てくれる人はフォローしてください。おつです。